基礎生物学研究所の星野です。よろしくお願いいたします。今日は NBRP 朝顔100系統のゲノム情報整備というタイトルでお話をさせていただきます。こちら写真にあるのは我々のリソースの一部ですけれども、こういった朝顔を扱っております。で、もともと朝顔はこういった青い丸いラッパ状の花を咲かせる植物ですけれども、日本の、朝顔は日本を代表する、古典園芸植物でして、江戸時代の終わりぐらいからこういった多様な突然変異体が作られて鑑賞されてきました。で、それが我々の今のリソースであります。で、花の色模様だけでなく、こういった一見すると朝顔とは思えないような形をした系統がありまして、これ一般には変化朝顔と呼ばれています。で、こういった朝顔も我々のリソースです。で、こういった朝顔のリソース事業っていうのはこの NBRP だけで、世界で唯一のリソースセンターとして、朝顔のリソースセンターとして活動をしています。で、現在系統の方は約3200系統ほど扱っております。これ9台の圃場の写真ですけれども、こういった施設を使って毎年、記録と観察、あるいは、種子の増産などを行っています。で、分担期間も系統を扱っていますけれども、主にこちら DNA クローンを扱ってまして、17万7000余りの EST、バック、あるいは発現ベクターなどを扱っております。で、朝顔は、ヒルガオ科サツマイモ属の植物です。で、ゲノムサイズは750メガ程度と、推定されてまして、染色体レベルでつながった高精度なゲノム配列を4年前に公表しております。で、ゲノム配列が分かったことで、朝顔の研究のレベルっていうのがぐっと上がって、研究自体も活性化してきていると理解しています。で、最初に見ていただいたようなこういった多種多様な変異体っていうのは、朝顔が持っている内在性の活動的なトランスポゾンが引き起こした変異によって、出てきたものになります。で、遺伝子組み換えもできますし、ゲノム編集の効率も高いということが論文で報告されております。で、今日の話題の中心はこちらになります。今年度 NBRP ゲノム情報等整備プログラムという、こちらのプログラムに採択されまして、代表的な朝顔100系統の多系統遺伝子変異の情報整備ということを進めております。で、この事業の目的は、リソースの利用促進を図るということにあります。特に朝顔の変異遺伝子のホモログを解析しているような他の植物の研究者の新規参入を促したいということを目論んでおります。実際内容は100系統を選抜して、NGS でリシーケンスを行って、多系や変異をバイオインフォマティクスで解析し、それをデータベース化して公表いたします。特にトランスポゾンの挿入変異に着目して解析を進めてまいります。で、この事業は、NBRP の我々の他に、上総 DNA 研究所の白沢健太先生に加わっていただいており、そちらのファシリティで、この事業を進めております。で、朝顔では、こちらの TPN1 ファミリーと名前を付けたトランスポゾン、これが唯一の変異源として働いています。これまでにここで挙げているような花の色であるとか形の変異の原因遺伝子が20から30特定されているんですけども、これはすべて、ほぼすべて TPN1 ファミリーのトランスポゾンの挿入変異によるものです。で、まだ特定されてない変異というのも数多く残ってまして、この事業の中で特定していきたいと考えています。で、これは、事業を始める前に行った、予備的な解析の結果になります。
PTEMD というのは、ソフトウェアの名前でして、リファレンス配列と、NGS のデータをこう比べることで、ある特定のトランスポゾンがゲノム中のどこに挿入しているのかというのを検出する、そういったソフトウェアになります。これを使って、TP-1 ファミリーのトランスポゾンが、ゲノム中のどこにあるのかというのを検出してみました。で一番上こちらが、遺伝子のアサゴの遺伝子密度、リファレンス配列の遺伝子密度になります。でこちら、上から5つが日本国内系統で、下2つが国外の系統になるんですけども、国内系統では約300箇所、TP-1 ファミリーのトランスポゾンがこのように分布していることということが分かりました。でこれは明らかに国外の系統よりも、増えているということが分かります。さらにこちらの右下の円グラフですけども、これはその遺伝子に対してトランスポゾンがどこに挿入していたかということを表したものです。でこれらの結果から、いや、日本国内の系統っていうのは1系統あたり約50の遺伝子がこのトランスポゾンによって変異を起こしているということが推測されました。でじゃあこのソフトウェアを使って実際に、既存の基地の変異の原遺伝子が特定できるかということをやっていました。で実際にこれ特定は可能でした。こちらの写真はリンプと呼ばれる、リンプというこういう変異をの写真になります。表現形になります。特徴的なのはこういった、波打ったような葉っぱになるという、特徴をこういった表現形を示します。でこれは古典遺伝学的に染色体1にマップされていましたので、先ほどの PTEMD を、Q931 というですね、リンプ変異を持っている、系統のリシーケンスデータで解析しますと、一番染色体の、この遺伝子、ホメオティックプロテインノッティド1というアノテーションがついた遺伝子にトランスポゾンが挿入しているということが分かりました。でこの系統だけでなくて、リンプ変異を持っている他の5つの変異体についても、PCR で調べると同様に、トランスポゾンの挿入があるということが分かりましたので、この遺伝子がリンプであるということは間違いないと考えています。従来であればこういったデータは、隠しておいて、深掘りした研究を行って、自分たちで論文を書くのが常ですけども、この授業ではこれをすべて公開、データベースの方に情報を載せて公開したいと考えています。これによって例えばこういった変異を持っている系統の種子をリクエストしてくださる方が増えるということを期待しているわけです。で NBRP では、ゲノム配列のデータベースと系統のデータベース、2種類のデータベースを、維持管理しております。で、これらのデータベースからも情報を提供いたしますし、カズサ DNA 研究所の方には、植物種横断的な検索が可能な、こういったゲノムブラウザーのようなデータベースを持ってますので、こちらからも情報を提供する予定にしております。で、先ほどの、予備的な研究に使ったリシーケンスのデータというのはこちらの先生方から提供いただきました。この場を借りてお礼申し上げます。もし興味のある遺伝子がありましたら、それについて連絡いただければ変異体をお探しいたします。またリソースやゲノム情報を利用した共同研究というのも歓迎しております。これまでまだ特定され、原遺伝子が特定されてないような変異というのはこういったもの、下の写真にあるようなものがありますので、この事業を通じてこれらの原遺伝子が特定されて、こういったリソースが活発に利用されることを期待しております。発表は以上です。どうもありがとうございました。